こんにちは。英会話講師10年目の結城奈緒です。私は自分自身のため、そして生徒たちのために英語の発話力を伸ばす努力をずっと続けてきました。数年前にアメリカに行った時のことです。発話力は上がっているはずなので少しは自信があったのですが、通じないことが多々ありました。分かってもらえない、そこでもっといい方法はないかと探し始めることになりました。いろいろな方法を試した後、ついに本当に私を助けてくれるもの、The Color Bar System、 アメリカの優れた研究者と教育者たちによって開発された素晴らしいシステムを見つけました。後に私はこのシステムのコーチとしての資格を取り、連動している AI 搭載アプリ Blue Canoe を使うようになりました。このアプリの1日10分のアクティビティは、生徒たちにとってもレッスンのない日でも英語と触れ合う良い機会となっています。これまで一つ一つの単語を正しく発音すること、そして子音の発音に焦点を当てて練習してきました。おそらく皆さんも同じではないかと思います。ですが母音の発音とストレスというのは、ある音節を強調して発音することです。それこそが通じる英語の鍵だということを学びました。実際英語の母音の発音は難しいものでした。でもどうしてもマスターしたい。日本人が見落としがちな bow と bow の違いをきっちり言い分けたい。辞書の発音記号は見えるけど、発音そのものを教えてくれるわけではありません。でもブルーカヌーは教えてくれるのです。学校では英語の発話発音を教えてくれませんでした。なぜでしょう。先生方は教え方を知らない、そして生徒たちは練習の仕方を知らないからではないでしょうか。ブルーカヌーならこの問題を解決してくれます。英語を練習することは私たちの口の筋トレのようなものだと思っています。正しい母音、正しいストレス、そして正しいリズムに乗って英語を発話することができれば、私たちの英語はもっとクリアになるでしょう。ブルーカヌーはまさに私たちの素晴らしいトレーナーなのです。ゲーム感覚で英語を練習できて、しかも楽しい。私たちが英語を話す機会が増えてきており、私たちのスキルも上がっています。私たちが英語の母音の違いに気づくことができれば、違いを聞き分けることもできるはずです。リスニングも同時に上達するというわけです。ブルーカヌーを使って教えている生徒たちは、ボウとボウの母音の違いを正確に発音できるようになりました。私は私と同じ日本人の皆さんに、クリアな英語を話すためにブルーカヌーを使って英語の練習をしてほしいと思います。英語はコミュニケーションの大事なツール、そしてそのためには発音は文法よりも大事だと思うからです。さあ、ブルーカヌーで1日10分、一緒に練習を始めましょう。